系専攻物性光化学講座の岡本博史です。岡本木田研究室の木田です。物質系専攻物性光化学講座の岡本です。我々の研究室では様々な波長と時間幅を持つレーザー光を用いて固体の電子物性を解明し制御し応用するという研究を行っています。例えばテラヘルツ光と呼ばれる時間幅が1ピコ秒のモノサイクルの電磁波パルスや時間幅が7フェムト秒という極めて短い可視光パルスを作り出します。こういった新しい光を使うと固体中の電子やスピンの高速の運動を精密に制御したり検出したりすることが可能です。我々が現在注目している現象に光有機相転移という現象があります。ある種の繊維金属化合物や有機物質が持っている強く相互作用し合う電子の性質や低次元に閉じ込められた電子の性質を使いますと光で相転移を引き起こすことができます。我々の研究室ではこれまでに光によって絶縁体が金属になる現象、半共受性体が共受性体になる現象、上遊電体が共有電体になる現象など様々な現象を見出しています。こういった現象は非平衡物理学の新しい対象として、また次世代の超高速光スイッチの動作原理として注目を集めています。准教授の平田です。我々の研究室では学生の皆さんが主体的に装置開発のラグ解析をしていただいています。そのような実験装置を皆さんに紹介したいと思います。岡本木田研 MH 留学生の角です。岡本木田研のメンバーはみんなとても優しくて優秀で説明が上手です。わからないことがあればすぐ気軽に聞けて助かります。実験は自立できるまで先輩がついてくれますし、一人で実験を進める段階になっても助教の先生や先輩たちがしっかりサポートしてくれます。最先端の装置を利用しているのでトラブルが少なく、プレッシャーに悩まされず研究を楽しむことができます。スケジュールの自由度はかなり高いので私はとても嬉しいと感じています。また岡本木田研の学生は受賞する人が多いです。先生が積極的にサポートしてくれますので、受賞を目指している方もぜひ岡本木田研をお考えください。こんにちは、岡本木田研究室助教の宮本です。こちらの工学系ではパルスレーザーを利用したポンププローブ分光という測定を行えることができる光学系となっています。パルスレーザーを利用すると、そのパルスの時間幅程度の時間スケールで生じるような物質の変化を調べることができます。ただし我々が調べたいと考えている電子やスピンの運動といったものはとても速いので、こちらにあるような市販されているパルスレーザーを普通にそのまま利用するだけでは調べることができません。これを調べるためにはさらにパルスの時間幅を短くする必要があります。そのための光学系がこちらです。こちらの光学系は修士課程の学生に作ってもらったものですが、現在では約7フェムト秒というとても短い時間幅を持ったパルスを発生させることができるようになっています。発生させたパルスはミラーを利用してこちらの光学系へと導きます。こちらではビームスプリッターを使って2つにパルスを分け、片方を物質を変化させるためのポンプ光として利用して、もう片方をその変化を調べるためのプローブ光として利用します。こちらにあるディレイステージをパソコン上で精度よく変化させることによって、物質推奨した変化を時間的に調べることができるようになっています。岡本木田研究室博士1年の森本です。ここでは高強度のテラヘルツ波を使った実験を行っています。テラヘルツ波というのは聞き慣れないかもしれませんが電磁波の一種です。テラヘルツ波というのは私たちが普段目にしている可視光と
通信などに使っている電波の中間の領域に位置する電磁波のことを指します。コンテナレッサーというのはこの光と電波両方の性質を併せ持っていますので、最近注目を集めています。我々の研究室ではこのテラヘルツァを使って、物質の状態を制御することを目的にして研究を行っています。こちらが実際の実験装置になります。まずこの奥にある大きな黒い箱が、チタンサファイア再生増幅器といって、ここから強力なレーザー光が出てきます。でこのように、紙を当てると、目で見えることから、このレーザー光は可視光に近い波長を持っており、まだテラヘルツ波ではありません。それで、このレーザー光をミラーやレンズで飛ばしていって、こちらにあります、透明な結晶に、うまい具合に入射させますと、そこからテラヘルツ波が発生します。まあ、テラヘルツ波は目に見えないので、このようにしても分かりませんが、実際は今この状態でテラヘルツ波が発生しています。この装置の最大の特徴は、非常に高強度のテラヘルツ波を発生させることができるということです。単純に比較しますと、こちらの装置では、雷の10倍以上の、電波強度を持つテラヘルツ波を発生させることができます。そのようなテラヘルツ波を物質に照射することで、物質中の電子やイオンといったものを直接動かすことができます。その結果生じる、フェムト病やピコ病といった高速の音を、私たちはこのようなレーザー光を使って、観測することを目的に実験を行っています。テラヘルツ波を使った実験に取り組んでいるグループは、たくさんあるのですが、このような高強度のテラヘルツ波を発生させることのできる研究室は非常に少ないです。そのような意味で、こういった装置を使って実験をできるということが、私たちの研究室の強みと言えると思います。岡本木田研博士課程2年の木下です。こちらは、テラヘルツ電磁学生を利用したイメージング光学系です。共有電体や共磁性体にフェムト秒レーザーを照射すると、分極や時間の方向に依存してテラヘルツ電磁波が発生することが知られています。チタンサファイアレーザーから発生した光を資料に照射し、発生するテラヘルツ電磁波を検出します。資料の各点から発生するテラヘルツ電磁波を検出することで、共有電体内の共有電ドメインや共磁性体内の磁気ドメインを観察できます。こちらは有機共有電体クロコン酸における共有電ドメインイメージング可視化の例です。こちらが資料の光学写真で、この領域でイメージングを行った結果がこちらです。このように共有電ドメインを赤と青のコントラストで可視化できています。岡本木田研究室、博士課程3年の園です。ここではテラヘルツ光と、可視光の、中間のエネルギー領域にあたる、中積外光という、光パルスを利用して、物質の光学的な性質や、電子状態を制御するというような研究を行っています。この中積外光は、テラヘルツ光の数十倍の、超高強度の電波の因果や、物質内部の、光子振動を、共鳴的に駆動できるなど、さまざまな特徴を持っております。我々の研究室では、この中積外光をただ物質に当てるだけではなく、フェムト秒10のマイナス15乗秒スケールで振動する、中積外光電波の、位相情報まで取得可能な、装置の開発に成功しました。先ほどの、説明した2つの光パルスを組み合わせて、こちらの装置では、中積外光の電波波形を、検出する装置となっております。実際に、測定された、電波波形が、こちらになります。ここの、データを見ていただいても分かるように、中積外光の電波が、振動している様子を詳細に、観測できていることが分かります。このような装置は、このように振動する電波に対する、応答や物質の応答を、詳細に観測した研究例は、世界でもほとんど報告されていません。この装置によって、誰も観測ができていなかったような、物理現象の発見や物質の性質及び電子状態の新たな制御方法の開拓を行っております。岡本木田研究室博士課程1年の大滝です。私の方では物質の光学応答を理論的な側面から研究しています。一つ例を出します。こちらで動画として出している有機結晶の振動モードは電子の相互作用が強く、このフォノンを中積外パルスで冷却することでフォノンを介した電子状態の変化を引き起こすことができます。例えばフォノンが電子に時間的に周期的な接動を加えることによって実現されるクロッケ状態であったり、超高速な装填位が研究室で観測されています。
これらの現象を私は理論的な側面から研究しています。さらに実験と比較を行っています。計算の際に用いる手法は大きく分けて2つあります。1つは第一元計算でして、これは物質の結晶構造の情報を用いることで電子状態やフォノン、さらには電子フォノン相互作用などを計算することができます。2つ目はモデル計算でして、対象として物質の電子状態をよく表現できると考えられるモデルを用いて時間依存シューディンガー方程式を解くことで光学応答を計算することができます。研究を進める際には実験と理論の両方の側面から研究をすることでより精密な光学応答の研究を行っています。研究室の様子はいかがでしたでしょうか。この30年ほどの間にレーザー技術は急速に発展してきました。かつては不可能と思われた物質中の電子やスピンの運動の観測や原子や分子の運動の観測が今は高精度でできるようになりつつあります。学生の皆さんにはぜひ目標を高く持って自分の夢を描いて研究に挑んでもらいたいと思っています。そうすれば必ず自分の発見と胸を張れる素晴らしい発見を体験できると思います。